お疲れちゃんスラッです。今日はですね、こちら新チャレンジのデュエルチャレンジというものがね、はい、来ますので、多分動画上がってる頃には来てるかなと思います。4つのデッキを組んで3本勝負に挑みましょうと。先に2勝しないといけません。同じデッキは使えませんっていうのがデュエルですね。はい、こちらのチャレンジが来ますので、この闇落ちヒーラーのスタンプちょっと欲しいので、攻略動画出したいと思います。ちょっと皆さんもね、ぜひやってほしいです。で、このデュエルデッキの組む場所はですね、この自分のデッキのこうあるじゃないですか、バトルデッキのこの左のね、このこれです。この左上のポチポチポチ、これでチェンジできます。これで、普段のトロアゲのデッキだったり、セットしてるデッキからこのデュエルモード用のね、デッキゾーンに移動することができますので、さあこちらからデッキをね、組んでいただきたいんですけども、今回まあ僕が組んだこの4つおすすめをね、ちょっと紹介していきたいと思います。まあ自分で1から食うのめんどくせえやとか、まあ、ぶっちゃけなんでもいいやとか、いやラッツさんのデッキ強そうだなとか、いやラッツのデッキセンスねえからとか、まあいろいろあると思うんですけども、まあセンスないなと思ったら自分で適当に組んでください。まあ組むのが意外と楽しいと思う人とかもね、いると思うので、まあとりあえずやっていきますか。はい、で今回僕一回組んだんですけど、まあいいなと思うのがいっぱいありすぎて3パターンぐらい組んだんでね、ちょっとそこははい、どれか1個選んでやってみてください。まあ一番おすすめからまず紹介していきますね。はい、キョスケクローンです。はい、キョスケクローンを入れた、ロイジャイ、メガナイトラム、最近のマイティコカツって感じかな。はい、まあこの4つがすごい一番おすすめかなと思ってます。まあこれは僕の意見ですし、デュエルなんて幅広すぎるんでね、ぶっちゃけ何でもいいみたいなとこもありますが、結構安牌に何でも勝てるのが多めで、使いやすめメインで、はい、組みましたんで、ちょっと良ければやってみてください。まずキョスケクローン、ブコレですこいつ最近異常に気に入ってるんですけど、めっちゃ強いで、ロイも結構幅広く戦えるんでね、でメガラムで枯渇というところで、これあとデュエルデッキだと、あれ自分の持ってないカードは組めないのかな。そうだから、チャンピオンとか持ってないと組めないんですけど、多分チャレンジ自体はどうなんだろうね。基本持ってなくてもできるから、まあ、持ってなくてもできると祈ってチャンピオンありで出してますけど、なかったらチェックイマスケとか、スケギンの代わりは難しいね、ダックプリとかで、はい、やってみてほしいかなと思います。まあ、この4つがおすすめかな。とりあえずこの4つをやっていくか。デュエルモード来てないので、まあマルチで適当にちょっとやっていこうと思います。で、他のパターンも一応考えたっていうのが、これ全部ね、1枚もうかぶってないと思うんですけど、そう、かぶらせれないですね。はい、この流行りのキョスケロイホグ、メガラム、またメガラム回で、ラバホリー、またコカツ回転、もう同じなんですけどね、ほぼ同じなんですけどちょっと違うみたいな。これパターン B です。で、パターン C が、これがちょっと最近新しく生まれたメガラム、ラバホリー、ラバ好きやないかいっていう話なんですけど、組みやすいんですよね、ラバ。この辺使うことないんで。で、キョスケクローン、おあ、ゴブジェイスパーキー。これはちょっとね、基本的に大型メインで、結構やっぱ高回転使うのね、苦手だよっていう方とかにね、おすすめかなと思います。で、デールはぶっちゃけ3本戦の日本選手が勝ちなので、まあ、4つ組んでるけど、デッキって、ただ、最低2つ最低2つ最高3つしか使わないわけですから、まあなんか自信があるやつで、デッキ2個ぐらい組んで、捨てるデッキ、まあ何でもいいやデッキ2つぐらいね、準備して挑むとかでもいいかなと思います。ということで、とりあえずこの本命のデュエル4つでちょっと1試合ずつねやっていこうと思います。コピーしてバトルモードに切り替えて、よいしょ、はい、さあキョスケクローンですね。で、デュエルは1戦目出したデッキお互い使えないので、それを考えて2戦目3戦目出すっていうのが重要になってきますね。なんで、ぶっちゃけ1戦目は何でもいい。何でもいい。まあ、強いて言うならば、幅広く何にでも戦えるデッキを出す方がいいかな。リスクが少ないですね。そう。最初は相手もね、無限に手札があるので、何出てくるか分かんないんですよね。だから最初は、安牌なデッキ。キョスケクローンとかがね、いいんじゃないでしょうか。マジで。本気です、これ。はい。で、次が大事ですね。例えばこれがデュエルの1戦目だとします。そしたら相手は今、キョスケじゃねえな、ラバを使ってるんですよ。ってことは2戦目ラバがいないんですよ。そう、2戦目ラバがいないのと、呪文だって柳雨がないって考えるんですよね。そしたら、じゃあラバ柳雨に弱いデッキってなんだろうとか、
ラバーヤナ、まあそうですね、そう考えれば普通かな。ラバーヤナアメがいなかったら連れていく。例えば最近だとマイティコカツあるじゃないですか。吹き矢のロケットラめっちゃ強いんですけど、あれってホバリングきついしラバきついし、まあだからラバがまあきついんだよね。一緒かホバもラバも。そうなので、まあ、そういったところでじゃあ次にマイティコカツを使うっていう選択肢になったりだとか、あとはなんだろうね、ラバいなかったら無双するデッキって考えればいいんですよ。まあ、単純に自分が対ラバ苦手だなとか、そういうのでもいいんですよね。そうそうそう。っていうので、2戦目のデッキ、3戦目のデッキをこう考えて出していくっていうのが、まあこのデュエルモードのあれかなとは思いますね。そのもう爆破でさよならしちゃうっていう。もうインドラマジで安っすね。よいしょ、守りたいっすね。なんか僕はさあコウモリこれちょっと残ってくんなきゃ。インドラがもう一回あったわ。そうなのでまあデュエル1戦目はぶっちゃけ何でもいいっすね。1戦目取れたらすごいラッキーっすね。だからそう同じカードねえっつって、なんなら相手が最初にウィザードとかインドラとかそういうのを使ってきたら、あ、じゃあラバ行こうみたいなところにもなるっすね。ちょっとあのマジラバ好きすぎてラバを軸に考えてるっていう。よいしょ。さあ、まあ、これとりあえず適当にクローンして、いやマジ適当にクローンしてるだけでこれで勝てるんですよ。えぐくないですかマジで。いやしかもホバミラーが強すぎる。ホバミラーじゃねえなこれ、ただのホバか。さあまあでもお主このカウンターを守れるかなっつって、よいしょ、クローンしてよ。クローンしたすぎてやばい。はい、いってらっしゃい。からのスケバレも追加して、おい。さあまあ例えばですね、これがデュエルの1戦目だったら真剣に考えます。まあ、次だったらまあ高回転の方、俺がねホグあったらホグ出すとか、まあこの4つで考えると、まあ、てかラバの矢の雨なので、これはもう別にラバの矢の雨に強いんですよね。だからこれを出すメリットはそんなないんですよ。そうでラバの矢の雨きついってなったらやっぱマイティコカツか、まあ、メガラムとかなので、まあ、このどっちかを出すかなって感じで、じゃあコカツにしますか。一応今回これウッド気をつけ黒に使ってるんでデリバリーにしてます。はい、そう昨日かな、 KK が世界大会突破を決める試合でマイティコカツのデリバリー型を使ってたんで、あ、デリバリーでもいけんだなっていうので、はい、経験おめでとう。ということでまた世界大会もね、日本人が麦、KK、パンドラかな、マジ3人出るので熱いっすね。16人、世界大会出場16人のうちの3人が、日本人っていう、マジ日本強すぎっすね。そう、しかもその3人はマジでなんだろうな、やっぱ全員が優勝をつかめる、こう同じじゃないか。え、てか待って、デッキ変わってねえんだけど、ごめんなさい。ポテンシャルというか、まあ、やっぱ実力を持ってるからそれがまた楽しみ。そう、誰が優勝するんだろうって。あーやべ、これスケバレにかかってね。さすがに優勝してほしいっすよね、日本人に。またなんなら日本がワンツースリーぐらい取ってくれるとね、幸せにもなれる。さあということで、なぜか俺のデッキが変わっていないんですけど、なぜか俺のデッキ変わってないのと相手のデッキも変わってないっていう、なんだ俺リプレイか、そんなことある？マジでガチ偶然、ガチ偶然同じようなマッチアップになってるんですけど、これルール違反です、お互い。はい、これデュエルモードだと同じ一見使えるのでルール違反で、お互いこれ負けですね。お互い負けってことは俺がさっき勝ったので俺の勝ち、てかまあ使えないんですけどね、はい、ルール違反っていうか使えないんで。いやマジで本当にクローン下手なんですよね。多分クローン下手って人はあんまいないと思うんですけど、ごめんなさい、マジで下手。あ、でもこれでも気をつけ入るんですよ。はい、簡単って感じかな。ピンチ、まあ簡単に言うとピンチ、ちょっと圧かけていこうぜ。うざいでしょこのスキャバレ、もう一回飛ばせるぜっつって。うーん、やだなーそういう守り方も。まあホバもコウモリもあるしって、うん、ファイブ来たらもう一回ホバ出せばいいんだね。おお、ライトニング来た。
もう一回ほぼ出せばいいかな。はい、これで相手はね、うわー攻めれねえっつってなってます。でしかもこのホバが今回最強、しかもレベル13。それなんだこれ、インドラのターゲットも取っちゃう、コウモリもいっちゃう。あマジでホバーが、お待って、ピンポン言ってる、ちょっと待って、やべえ、なんか来た、ナイス、ありがとうございます。あ、はい、はい、ありがとうございます。宅配を、なんか水が届いたっすね、天然水が、はい、家で飲み物、水が届いてる間になんか勝ってましたねということで、まあこれでデュエルが言ったら無事勝利ですね。なのでちょっとまたちょっと次の、じゃ次のデッキでいこうか。はい、あ待って、もう一回来た、ふう、まあまあまあ、なんかその確認みたいなね感じで来られたんですけども、さあ続いてデュエル2試合目といきましょうか。ちょっとあの、じゃあ最初キョスケクロンやったので、次は今度はロイジャイでいこうかな。はい、最初ロイジャイで、コピーをしてしっかりここで組まないといけませんね。バーッとマルチモードなんだね。さあ今回デュエルの、過程ですね、はい、デュエルと過程して1戦目マザネクロイでいきます。でマザネクロイ使って次のデッキをまあ考えるって感じで、これ1戦目はぶっちゃけもう相性取れたらラッキー、取られたら頑張るぐらいしかないので、さあ迫撃が来た。じゃここで考えるのは、1戦目相手は迫撃砲を使ってきたってことは、迫撃が次はありません。で迫撃にじゃあ弱いデッキは使い得だよねと、弱いデッキは使い得だし、迫撃に強いデッキは使い損になるわけですよ。例えばホグクエイクとかね、ホグクエイクは迫撃にはめっちゃ強いよ、でも相手はもう迫撃使ってこないんですよ。そうだから神相性が1個減ってるので、言ったらホグを使うメリットはないよね。だからホグクエイクは使わないになるんですけども、まあそれはこう基本的な考え方で、やっぱこう大会とかだと、あじゃあホグクエイクは来ないんだなの、あえてホグクエイクにここでもう一回弱いデッキを相手は使ったりだとか、まあそういった駆け引きとかもあるので、まあ大会とかだとまた違ってくるんですけど、まあここでは安牌かなと。こういうチャレンジは基本を抑えとくのがまあ大事だとは思うので、ということも考えて、まあ次ホグクエイクを使うのはまああんまりめったないかな、まあ、ガゴムレとかいたらね、ホグクエイクはガゴムレに弱いんでそういうのはありですけど、なのでまあ次使うなら何がいいだろうね。さあ何かを読んだディガーが来ちゃいましたね。あんまそういう読みとかのプレイされるとちょっと困るんですけど、防衛が痛すぎ、マジで思った以上に痛かった。さあ普通にきついっすね。あのロイジェイって打撃突破できないんですよ、普通のデッキは、普通のロイはね、まあ、だがしかしちょっかいかけにいっちゃう、やべえちょっかいこれかけなきゃよかった、絶対相手ファイブ使ってたし。さあ一回あの耐えます、さあ耐えて耐えて、ケツから組みたいの。真剣に次使うデッキを考えますか。まあでもウッドとかの迫撃なんでね、もう枯渇でいいやんって話ですね。枯渇です、絶対内側ディガ。さあマザネクのタゲをちょっと取ったらいいなの、まあ、問題はマジであれっす、これでさ両サイドプレッシャーを与えていく、まあ、5打ってもよかったな。さちょっとだけ入ってるぞダメージが。
いやーマザレンク残ってほしかったな、マジで。あれやばいんだよ、迫撃砲突破できないので一旦ステイ。さあこれはちょっときついんじゃないでしょうかと見せかけて、どう突破しよう。いや壊れたらあるぞ。いやマジであるぞ。鬼の、ここのマザニック負けです、もう削れません。あーきついてー。というのでまあこれはデュエルだとしたら、はい許されますね。次の2本を取ればいいよねということで、まあ5ウッドを使ってるので、まあ、枯渇は安牌だよねと。これはい、これに弱いデッキを使えばいいのでってことは、俺のデュエルであれに弱いのは、まあ施設5ウッド使ってるんでこの巨石グロンも刺さりますね。でメガラムはまあ悪くはないけど良くもないよねみたいな、そんな感じ。あとは自分がロイを使ってるってことはロイがいない、マザニクがいないからスケラを使いやすそうだなみたいな、まあそんな感じかなっていうので、一旦ここは相手がウッドを使っているのでこのマイティー枯渇でしばきに行くよねというのがデュエルの仕組みですかね。これで大体のまあは分かりますかね。まあここまで別に考えなくてもいいと思うんですけどね。なんかもう本当に組んだデッキ順番にこう使うだけでもいいと思うんですけど、まあ多少の勝率を上げたいとかね、まあデュエルについて学びたいみたいな、まあ人がまあいればですけど、まあこういう考え方なんだなーっていうのを、まあちょっと参考にしてみてください。さあ来ましたね。なんで今回はこれ相手がファイブもウッドも迫撃もやり込むコウモリもムートもないんです。はい、だからあったらズルになるんですね。言ったらあったらズルです。で枯渇対決になっちゃうよと。で相手はウッドがないはずなんで、ウッドあったらズルですね。簡単に言うとありそうだな。あファイスピエレスピ、あーウッドねえやつだ。本当にちゃんとデュエルに乗っ取ってんな、マジで。ウッドの枠がね、あのファイスピかエレスピに進化してるんですよ。だからスピスピ枯渇なんですよこの人。ちょっと面白いっすよねデュエルに乗っ取ってるやつ来た。はふざけんなよマジで。俺だってロキあるし、いやウッドあればねめちゃくちゃ勝ちやすいんですけどね。まあまあまあ、すごくない？絶対ウッドあるやん普通。相手もなんかデュエルしてんだけど奇跡だこんな。でスケファイスピでバレル完封できるんですよね。てかまあスピファイスピでも何でも。いやずる？なんかやべ近すぎ、危ねえ。あーマイティ対策、でもこれ強くね。あーずる。さあバルキリーがちょっと厄介だな。あとファイスピが、うん、さあ俺はゴブリンバレルどうやって守ろうかな、どうやって守ろうかなと考えながら、やべ吹き矢が逆いっちゃう、痛い痛いよ。よしよしよし、
いや悪くはないぞ、悪くはないけど特別いいわけでもない。このウッドがない中でのこの復活対決やばい、むずいね。俺のデリーの若さ次第。若くねー。いや若かったー。いやーちょっと大変になる、マジでやばい。左か、あ、惜しい。手前だな、マジでワンチャンあるぞ。マジで頑張れ、アイスピータワーに飛べ、いくよ。おお、お入ってく、いやでかっ、あぶねーさ。これがデュエルですね、お互いウッドがありませんと。いやマジでそんな奇跡なことあるんだね。さあという風な感じでやっていきますので、まあデュエルチャレンジこれ6勝ぐらいだったかな。いや結構これ大変だな。そうぜひちょっとねやってみてください。さあせっかくメガラムもちょっとね紹介したので、ちょっとメガラムでも一戦やろうかなと思います。でゴーストでさっき多分組んでたんですけど、多分言うのっすね、よくあるのは基本的なのがゴーストいうので、最近はそのゴーストの枠がミニペンになってるっていうので、まあ別にゴーストミニペンでもいいと思うんですけど、まあ、ユーノの方がちょっと突破力がありそうなので、はい、ユーノでやっていきます。さあということでメガラムですね。まあメガラムはなんだろうな、何に強いって言われたらすごいむずいですけども、まあこれも幅広かな。まあ C って言うなら相手がペッカを使った後とか、まあ着衣なんでライトニングを使った後とか、まあガゴムレとか、そういう小物系を使った後とかには、すごい刺さりやすい気もしますね。さあ暇なので、カード回して、暇です。どうするかな？まあ、ミニペルンでね、エレジャイとかロイとかには、マジで戦いやすくなったっすね。どうする？シバライトとかしてもバレねえかな？バレるようになったな。エフェクトが出るようになったんだ。マジで暇なんで、ケツラムするか。マジで暇ん時のケツラム。さあ、マイティか。まあ、枯渇、とかかな。遅延スケーラーかな？遅延スキラっぽい顔はしてるけど、どうでしょうか。さすがに逆行くよね。そうですね。で、まあこれ近起動したい顔してるので、させないような U の追加で嫌がらせして、いいっすね。まあトルネかな、わかんないけどトルネでしたね。さあということで遅延スキラのマイティか。まあミニペックが今回は刺さんない結果にはなりそうですけども、まあまあまあ、あとベビドラが厄介ですね。で着衣は低めに出すとポイズンで削られちゃうんで、マジ高めっすね。さあ時間あって、殴られてくれる、ああ殴られてくれるタイプ。こういうのキングギドか、違った、俺の予想は全然当たりません。まあ墓石、マジ墓石強えよな。
ベビーも強い。さあまずチェーンスケラーへの勝ち筋は教えてほしい。さあまあ耐えることが大事なのはっぽいっすね。マジで削れないので、それは本気耐えスキルだ。なんか流れが絶対見てわかる流れが来てました。はい、オッケー。さあグッドゲーム。いやーまあまあまあ着位高めさえ徹底してると結構ペース握られずに済むのかなっていう印象でしたね。ということでこちらのね、よいしょ、デュエルデッキ、はい、皆さんも参考にやってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れちゃんした、またねー。